モーニングジャム。フリフォおもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグという美味しいコーヒーのセットをプレゼント。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください、はい、そしてなんといってもこのモーニングジャムは今現在初夏のうどん祭り開催中、はい、そうなんです。今回もですね美味しいうどんがウエストに並んでますんで皆さんどうぞよろしくお願いします、はい、今回の美味しいうどんは中地つけざる、これがねたっぷりかしわと玉ねぎのあったかつけ汁、ひんやり細麺ざるうどん、舞茸の天ぷらスペシャル、大根おろし付き、もう何のうどんか全然わからないかもしれませんけれども要はですね、はい、はい、あの熱々のかしわのうまみ、玉ねぎの甘み、はい、たっぷりのつけ汁、そこにざるうどんがついてて、はい、まあまずはですねうどんをそのつけ汁にこうくぐらせてつるつるっといってみてください。おいしいんですよ。そこに舞茸の天ぷらがついてて、はい、で大根おろしもついてますけれども、大根おろしは 2,3 口食べた後に半分で、漬け汁っていうのはね全部飲むもんですから、もういろいろもうかしわとかもう玉ねぎとか舞茸の天ぷらとかつるつるパクパクつるつるパクパクいって、最後の最後に、大根おろしまた入れて漬け汁を全部飲み干すと、はいはい、大満足の一品です、うん、それからね山芋オクラに納豆のネバーネバーネバー細麺ぶっかけうどん豚ロースの天ぷらスペシャル、このネバネバね、もう3種類ね、オクラと山芋と納豆も最高じゃないですか、はい、でうわーっとネバネバネバーってした後に、うんうん、天かすをこう入れたら、はい、あの食感がいろいろね変わってくるんですよ。そうなんですよいろんな食感が楽しい、カリッとした食感もあるんで、そう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 、はい、ネギもお好みで入れてください、うん、豚ロースの天ぷらが相当うまいですよ、はい、あの暑いねこのなんかちょっと食欲落ちる時期に、うん、食べたいなって思うようなあのうどんに仕上げてますんで、はい、ぜひ今日のお昼、まあ、晩ご飯でも OK ですよ、はい、食べていただければなというふうに思います、はい、あそれからね聞けるおもろい家族本 CD 付きウエストで今手に入るのは4店舗です、博多区麦野店、それから北九州小倉片野店、久留米店と飯塚店ってなってますんで、どうぞよろしくお願いします、はい、さあそれではおもろい家族紹介していきましょう。こちら男性の方は剛さんですね。中地小浜ちゃんおはようございます。おはようございます。我が家はひねくれ者の私、天然の妻、アホな長男、生真面目な次男の4人家族、うん、そんな家族のある日の出来事、仕事から帰ってきたらリビングで仁王立ちしている妻とその前で土下座している長男の姿、はい、なんだなんだとびっくりする私、妻に事情を聞いたら長男に土下座のやり方を教えているとのこと意味がわからん違う、そうじゃない、しっかり頭を床につけんと、と鬼教官を気取る妻、自分は何が悪いか分かりませんと訴える長男、なんだこの茶番私は冷蔵庫から取り出した冷たいビールを飲みながら二人を生温かい目で見守ることにしました。それにしても仁王立ちしている妻、最近ふくよかになってきたな。すると妻が、もう口で言ってもわからんならお母さんがお手本見せちゃると言って、百聞は一見にしかずって言うけんね。ここで話が脱線するんですが、昔ラジオを聞いていた時にある DJ が、やっぱり百聞は一見にしかずですよね、聞くだけじゃダメ、実際に見てみないと、百聞は一見にしかずですよ、というふうなことを言っていたのを思い出しました、うん、言ってることは正しいと思うんですが、ラジオを制御にしている人が百聞は一見にしかずを連呼するのはいかがなものかと思ったひねくれ者の私本当ひねくれてるねもちろん中地のことではないです、はい、話を戻しまして、正座をして両手を床につけて、次に頭を床につけようとしている妻、しかしなぜか苦悶の表情、うめきながらなかなか頭をつけようとしない妻、これは半沢直樹の伝説の名シーンみたいだ、妻もなかなか名演技だぞ、妻が香川照之さんに見えてきた、なんかちょっと丸いけど、すると妻がおお
お腹が邪魔で頭がつけられない。そしてバランスを崩し横にコローンと転がって、私はあまりの面白さにブワーッと口の中のビールを吹き出しそうになりましたが、手に口を当ててこらえました。しかしそのせいでビールが気管支に入ってしまって息ができない。悶絶しながら床に這いつくばる私、結果家族3人が床に這いつくばってるという安っぽいコントみたいな状態。それを2階から降りてきた気真面目な次男が冷たい目で見ている。個性豊かな我が家はいつもこんな感じ。ところでアホな長男は何をやらかしたんだろう。それは面白いね。本当ですね。ね。本当なんで土下座の練習が始まったんでしょうね。土下座の練習、ね、いいですね。私も親からそれは聞いたことないな。いろんなことを教えてもらったけど。はいはい、さあそれからね、これもいきましょうか。20代、最近20代多いんだよな。マミさんからいただきました。中地小浜ちゃん、おはようございます。おはようございます。いつも楽しくおもろい家族聞いてます。ありがとうございます。皆様のようなクオリティはないかもしれませんが、ホタルの季節になると思い出す我が家では鉄板ネタ、はい、私が小5、弟が小3の頃の出来事。うちの実家かなりの田舎で自然豊かなところ、この季節になると小川や池なんかにたくさんのホタルが飛び交って、水面にホタルが反射し、それはそれは幻想的な景色を見ることができるんです。我が家は毎年のように近くの湧き水が流れる川や公園、田んぼなどへホタルを見に行ってました。その年も祖父母、両親、私、そして弟と家族みんなでホタルを見に行こうと話をしていて、今回は親戚のおばちゃん家の近くにホタルン大ギャオケナーでなんかそのあたり、どのあたりなのかな。今回は親戚のおばちゃん家、おばちゃん家近くにホタルン大ギャオケナーで、おばちゃんたち家族も誘って見に来いということになりまして、私たち兄弟は初めて行く親戚の家、夜にお出かけという子供たちにとってワクワクすることが揃って、それはそれはもう楽しみで仕方ありませんでした、うん、おばちゃん家は細い坂を下ったところにポツンとあるので上の道端に車を止めて歩いていくことに、私と弟は我先にと車を降りておばちゃん家へと走り出しました。年が近いこともあって何かとすぐ競争になるお年頃、絶対に一番先に着きたい。二人はテンションとともに闘争心も燃え上がって、薄暗い坂道を猛ダッシュする二人、それを導くように玄関が開けられてて、そこから差す光、スタートダッシュが遅かった私はどん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 離されてしまって、勝利を確信した弟はさらに加速、ゴールはもうすぐそこ、光を目指してゴールと、その瞬間ガッシャーン、大きな音とともに弟が倒れるのが見えました。すぐに追いついて何が起きたのか確認すると、そこには倒れたまま放心状態の弟、そして見るも無残に枠ごとぶっ壊れた網戸。そう、弟は薄暗い外から家の光だけを目指し、網戸に気づくことなくイノシシのように家の中に突っ込んでいってしまったんです。音を聞きつけ急いで追いついた親は壊れた網戸を見て真っ青、おばちゃんたち家族も放心状態、聞こえるのは奥でついているテレビの音と外から聞こえる虫の声だけいいよね、本当に梅雨前のムシムシしたそうそうそう、ね、田舎のねそうそうそう夜っていう感じですね。しばらく沈黙が続いてハッとした母はあんた何場所とね、もうすみません、いやいや怪我せんかった、あんた心臓をうっとまってと会話を始める親たち、弟は自分でも何が起きたかわけわからずびっくりしたんでしょう、うん、網戸ごと倒れた痛みやら恐怖やら怪我一つしてない安堵感でへへへへへへへといきなり笑い出して普通網戸あること気づくやろうと私も笑けてきて、この季節になると必ず思い出す家族の出来事でしたね。ホタルの季節になると必ず思い出すっていうことですよね。いいですね。